もうなんだい、慣れりゃそんなに怖くないのにね。今のあんたの顔に比べりゃ可愛いもんだよ。失礼。皆さんおはようございます。ただいまのアイナトーン時刻は2023年5月26日金曜日の午前11時52分です。そういえば今日こんなご相談を受けたので皆さんにもお願いしておきますね。相談内容は浜辺で倒れている人を見かけたけどどうしたらいいかというものだったのですが、またそういう場合は繰り返しお声掛けして助けて差し上げてくださいね。それでは本日も楽しい一日になりますように。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ね、なんかさ、なんていうん、ロード中の画面のとこでさ、なんかちょっとしたプチ情報みたいなの流れるやん。なんか埴輪をさ、床だけじゃなくて壁にも飾れるって書いてあったんやけど、どういうこと？壁に飾るってどういう感じになるんやろ。ちょっと待って、飾れる壁はどこだ？部屋にあったかな。あ、まあ、この辺に飾れるね。ちょ、飾ってみよう、飾ってみよう。壁に飾る。あ、すごい、ちゃんとこういう風に。なんか勝手に台ができるんやね。すごいすごい。ハニは壁に飾れるのか。めっちゃ可愛い感じに、飾れそうじゃない？なんかいっぱい置いたら。めっちゃ騒がしくなるやろうけど。今日もさ、あれなんやろ？ジョニーがどこかに倒れとんやろ？しずえさんの言うことには。アイナさん、しばらくお話できなかったですね。今日は話しかけてくださってありがとうございました。なんだかほっとしました、タフン。それはよかった。私なんか手持ちのもの。ああ、なるほどね。そっか、壁飾りいっぱいもらったんやっけ。あら、エナさん、声かけてくれて嬉しいわ。素敵ね。おしゃべりしよう。やりたいこととやらなきゃいけないこと、どっちも丁寧にこなしていかなきゃね。素敵ね。やりたいこととやらなきゃいけないこと。なんか深いっすね。おや、エナ。あれ？そういや最近あんたと喋ってなかった？時々見かけてはいたから、ついこのあれ喋ったような気がしまってたよ。だってね。そんなに喋ってなかったのかな？住民との挨拶か？住民挨拶キャンペーン！たぬきマイル 200×2 ゲット！よしよし。ジョニー。ジョニーやー。またあっち側かな、倒れとるの。メッセージボトルも落ちてないけん、メッセージボトルもあっち側か。よし、ジョニーを起こしに行きますか。まったく何回漂流するんだ。なんか本当にさ、ちょっと前じゃない？1週間ぐらいしか経ってないんやない？そんなことないかな。いや、でも感覚的にはそんなもんなんやけどな。あ、家に帰っていくんかと思った。ジョニー。ジョニーやー。ん？いない。こっちか。あ、メッセージボトル。ペン取ってくれてサンキュー。朝のシャワーを浴びながら、鼻歌を口ずさんでいると、このレシピが天から降りてきたのさ。この巡り合わせをしくじて、君だけに教えるね。Do it yourself. DIY デザイナー、カルロス。カルロス。DIY レシピ。アコースティックギター。うわぁ、カルロスっぽい。ふんふん。アコースティックギターのレシピを覚えた。アコースティックギター、作れるんや。お、この間とは様子が違うな。海賊仕様ですね。5 minutes、あと5分だけ。表記も海賊。
今日は学校休みます。ぐー。学校行ってんのか。おーのー、そちらは取り勝ちです。おもかじは右。多分お箸を持つ方。多分。うう、このままでは海のもずく、もくずですね。自分で言い直すな。うう、口の中がしょっぱい。おはよう。よし、野郎ども、怒りをあげるんだ。って、あんたはアイナさん。どうも、ご無沙汰してます。実は海賊船の甲板から海に投げ出されて、気づいたらこのビーチに。そうなんです。遭難したんです。はい、ここ、笑うところ。この後はもう笑うところ一つも残ってない。何の話だ？そうそう、遭難したんだった。やれやれ、また助けを呼ばなくては。ほら、この通信装置さえあれば。オーマイゴッシュ、俺の大事な通信装置がなくなっちゃってます。じゃなかった、なくなっちまってる。これじゃ子分どもが見つけ出してくれるのをただ待つしかねえぜ。しかしそんなんじゃ一体いつになることやら。親切なあんた、俺の通信装置を探してもらえねえかな。まあまあまあ、いいのか。そいつはありがてえ。これはあれか、海賊の時は海の中やったっけ。うわーですね、おそらく通信装置は海の底に沈んでいるに違いない。子分どもが探し回ってるはずなので、俺は海賊船を見逃さないよう、ウォッチングしなきゃならねえんだ。通信装置探しの方はあんたに任せたからよろしく。そうそう、通信装置は多分荷物がいっぱいだと見つからないので、そこだけ気をつけてくれ。めんどくせえな。さ、それじゃあとりあえず、マリンスーツを身につけて、行きますか。あ、熊が。熊が。びしょ濡れだよ。通信装置どれぐらいのサイズやったっけな。サザエを取ったよ。蓋がついた巻貝だ。通信装置やー。さすがにこんな水没しとったらもう無理な気がするけどな。こんなに離れてはないんかな。はい、タコを取ったよ。隅に置けないやつめ。多分さ、あれよね、この海産物系もさ、全部は取れてないんやけど、もうなんか何を取ってて何を取ってないんだかも全くわからねえや。また。どんだけだよ、タコ。そしてもう端っこまで来てしまった。通信装置。どの辺まであるんかな？これぐらいじゃない？大きさ的に。フジツボを取ったよ。実はエビの仲間だ。こんな遠く離れてもあるかな。いや、まあ海の中やったらそれぐらいはあるか。お、これは？どうだ？ね、通信装置一個も見つからないんですけど。人手を取ったよ。海のお星様。浜辺の時にはあっという間に見つかるくせに。海の中になったら全く見つからねえ。当然ちゃ当然やろうけど。え、これさ、海の中の通信装置を探す時ってなんかヒントみたいなあったっけ？なんか浜辺やったらプーって砂吹くみたいな。なんかそういう、パッと見てわかるようなのはなんかなかったんかな。サザエ。マジで一個もゲットできないんですけど。海の底に沈んでるって言ったよね。フ
そー、全然見つからんし、雨は降っとるし、最悪じゃねえか。浜辺ならさ、こんだけ探して一個も見つかってないとか絶対ありえんけんねん。くっ、思ってより遠かった。あった、通信装置を見つけた。海賊のあの人に届けてあげよう。まったく、浜辺の部品はあっという間に見つかるのに、このでかい通信装置は見つからないってどういうことだよ。パーツは大丈夫なんだろうね。見つかったのかい？あったよ。おお、これはまさしく俺様の通信装置。ベリーベリーサンクス。これで子分どもに連絡できる。あの、ルーを繰り返してるところはやっぱり巻き舌なんかな。できないんですけどね。お頭より。これでよしと。恩人のあんたには後日お礼の品を送るぜ。助かったぜ。本当にありがとな。いえいえ。ぐいぐい押してく。いや、マジで最近ね、ちょっと。でもな、あれなんよな。あつ森の時以外でこの、スティックが自然に入っとるなって思うことないんやけど。何の話してんの入れて。だからさ、ほっとけばいいんだって。悪さなんかしないんだから。そんなこと言ったって気持ち悪いんだもの。しょうがないじゃない。何？虫？まったく、それなら網で捕まえて外に逃がしてやんなよ。めんどくさかったら手に乗せてポイッとするんでもいいけど。手に？無理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 、冗談じゃないわ。何の虫？もうなんだい？慣れりゃそんなに怖くないのにね。今のあんたの顔に比べりゃ可愛いもんだよ。失礼。うるさいわね。あんなのと比べないでちょうだい。アイナさん、あなたはあれが出た時どうしてるの？あれって？雲よ雲。部屋でくつろいでいたら突然目の前にぶら下がってきたの。素敵ね。素敵じゃないけどね。いやー、わかるー。なんかさ、この季節さ、めちゃくちゃ雲増えん。なんなん。マジで嫌なんやけど。本当にね、あの、引っ越してきてから、マジで雲めちゃくちゃおるんよね。いや、やめていただきたい、ほんと。私は見かけたらなるべくね、足どんどんどんってやったりとか、あと、ほうきとかで外に吐き出すようにしとんやけど、なんか雲殺しちゃいかんみたいな言うやん。あは、東京人に挨拶でもしてたんじゃないの？だってね。もう嫌！わかるよ。気持ちとてもわかる。私も雲すごく嫌だもの。さあ今日は何かしら。さ、なんかイベントの商品とかないんかな。まあ、特に何もないな。いらっしゃいませ、ませ。たぬき商店、ようこそ、ようこそ。これおしゃれよね。そちらの商品はウッドペンダントライトでございます。お値段は3480ベルとなっておりますが、いかがでしょうか？買っちゃいましょう。毎度ありがとうございます。3480ベル。間違いなく頂戴しました。よし。じゃあ今日はこれでいいよ。ありがとうございました。ふぅ。地下とかに合うかな？いや、どうかな。いや、地下も結構作り込みたいんやけどな。あれだね。カッパをなんかまた挨拶しだした。さっきまで会話してたじゃないか。カッパを着てるからといって、びしょ濡れになる気がするんやけどな。ね。傘は必要な気がするんやけどな。それか、ちゃんとしたフードをかぶった方がいいよ。はい。ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。
まったねー。さあ、ってことで、あ、そういえばあれかな、前回ジョニー助けた時のあのなんか品物、お礼の品もう確認してなかったな。次は多分また何かしら届くやろうけんね。